いらっしゃいませ。どうも、ゴロミでーす。ちょっと待て。いやいや、まあ、何頼む？キリュちゃんはこないな店よーくるんか？いや。
ほんなら今日はラッキーやったね。こないに可愛い女の子と酒が飲めるなんてそうそうないやろうからの。うちに惚れたらあかんで。ええノリしとるの。さすがキルちゃんや。あ、俺か。俺は毎日のように通っとったで。アホ、客としてやない。オーナーやったんや。なんだと？一時、組を破門されて肩気になってた頃があっての。我ながら辛い過去やったわ。そうだな。おお、せや。なんやギルちゃん、妙なしのぎしとったの。確か不動産やなかったか。ああ、それのどこが辛い過去なんや。そんなん何の自慢にもならへんで。そもそも他人が建てたビル奪ったところでおもろないやろ。それより自分の手ででっかいビル建てる方が俺は興味あるの。ミレニアムタワーよりもでかいビル建てたるやないか。おれ、キリュウちゃんの方からも話題振れんか。こないな時は男の方からリードせんと。そうだな。私めっちゃごつい男が好きやね。やっぱり男は強くてなんぼやわ。なあ、そういうのはどうでもええね。とにかく一緒にいて楽しいことがすべてや。せやから強くなかったらあかんねん。ん？あ？そんなん決まってるやろが。男女が一緒におってやることといったら一つ。喧嘩やろが。なら簡単やけどね。ほんまに付き合う資格があるかどうか確かめる必要があるやろね。せやな。それを手っ取り早く確かめるにはやっぱり直接喧嘩するのが一番やな。おいおい、ほんまや。キリュウちゃん、ツッコミするの。もちろん延長するやろ。そうだな。さすがや。
おもろいことあるか。だいつもこいつも面倒なガキンチョばかりで、ほんまに気が休まらん職場やった。それに比べてゴロミったら完璧すぎ。こんなキャバ嬢がおったらお店の人も毎日ハッピーやろな。そうだな。そもそも女を使おうって儲けようっちゅうのが性に合わんし、肩着のしのぎをすること自体嫌で嫌で仕方がなかったけど、いろんなトラブルを一緒になって乗り越えてゆくうちに、どうにも情が湧いてきよってな。しまいには店のみんなとお別れするのが辛くなってしもた。みんな今頃どこで何しとるんかの。なるほど。キルちゃんも一度やってみたらどうや。キャバクラの経営、きっと客ん時とはちゃう目線で楽しめると思うで。ほんまか。まさかキルちゃんが乗ってくるとは。いろいろやってみるもんやの。つまり接客の仕事を通じて酒の楽しみ方を磨こうってわけやな。ケイリュウちゃんらしいの。キリュウちゃんは女おらんのか。おいおい。せっかくシャバに出てきたんや。少しくらい遊んでもバチは当たらんと思うで。
しゃあないの。孤独なキリュウちゃんのためにゴロミちゃんが一肌脱いだろやないか。そうだな。ほんまか。急にどないさんやキリュウちゃん。やだ、ゴルミったらドキドキしてる。まあそんなこと言うたって簡単には落ちないんだからね。そろそろ時間か。最高な気分や。ちょっと待て。なんやと？またな、キルちゃん。おもろいな。よ、お客さん、どうです？